どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、バルトと申します。今回の動画なんですが、 SBC 作成センドランキング最新版1月19日編になっています。今週の頭にもこの動画出したんですが、 TOTY まだ始まってないんですけど、めちゃめちゃ SBC が登場していますというところで、まあ、何から手をつけたらいいかよくわからんって方も多いんじゃないかと思います。参考になれば幸いです。合わせて今回の動画の後半でですね、各種パック、まあ、83プラス10名パックとかっていうものをいつ開ければいいのかっていうところをね、なおかつどういう順番で開けていくのがいいのかっていうところを個人的な考え話していきます。それに加えてシーズン報酬の中で選択肢が発生するものに関して、個人的にこっちがおすすめっていうところを、まあ、これはね前も話したところではあるんですが、改めてお話ししていきたいと思います。早速第10位から発表をしていきます。第10位がベースアイコンのアンリです。作成コスト88万になっています。非常に優秀なアイコン選手になっていまして、まあ、使っている方も多いんじゃないかと思いますね。見ての通り、まあ、非常に大柄な選手なんですけど、ドリブルは比較的柔らかい方ですと。でしっかりペースもシュートも高くて、でプレイスタイルが非常に優秀ですね。瞬速と迅速のプラス持っていまして、まあ、相手していてなかなか捉えるのが難しいスピードを持っていると。でなおかつ抜け出しもめちゃめちゃ上手いというところで、非常に厄介な選手になっていると思います。作成コストも100万切っていますんで、各種アップグレ系のパック開けた後の余りで十分作れる範疇のカードだと思いますし、まあもともと強さは間違いないんで、非常におすすめなカードだと思っています。ただまあ44っていうところでね、まあエウゼビオに比べると若干落ちるかなって印象なんで、10位に設定をしています。次に第9位がベースアイコンのジーコです。作成コスト130万になっています。今作からの新アイコンになっているんですが、SBC で登場してくれたっていう形で非常に嬉しいですね。見ての通り、ペース、シュート、ファスト、ドリブル、それぞれね、90近くしっかりありまして、で、身長も低いんでね、操作しやすい、スキル逆足55なんで、まあ、いろんな選択肢を取りやすいと。で、プレイスタイルも、まあ、セッターのプラスも十分強いですし、ストレイガーも非常にいいですね。鋭いパス、テキタカ、テクニカル持っていますんで、まあ、特にテクニカルとテキタカ、狭いところを通り抜けながらパス回しをしていけるっていうところで、この身長も相まってね、狭い範囲で動かせる非常に優秀な選手になっていると思います。使ってみた感想なんですが、アンリとかエウゼビオみたいに縦にドーンっていくことはなかなか難しいですと、まあ、瞬速迅速もついてないっていうところで、なんでアタッカーにそういう役割を求めている方はちょっと厳しい感があるんですが、ただその分でめちゃめちゃ足元で細かく持つことができますんで、周りもしっかり見える方、細かく攻めていける方にとっては非常におすすめなカードになっていると思います。次に第8位、センチュリオンズアイコンのエウゼビオです。作成コスト250万になっています。まあ以前ね、アイコン系の SBC の中ではこのエウゼビオだいぶ上位に入ってくるなというところで、とりあえず悩んでいたらエウゼビオ作るというところでいいんじゃないかと思います。チャンピオンスファイナルでもね、それこそ異常に見かけるカードですし、まあ、スキル4逆足5小柄でドリブルもしやすくて、シュートも上手い、プレイスタイルもまとまっていると、縦に突破できるし止められないというところで、まあ、素晴らしいカードに仕上がっていると思いますんで、まあ、とりあえずね、これを頑張って作れば TOTY 全く引けなかったとしても、まあ、十分成果はあったと言えるんじゃないかと思います。次に第7位、83プラスアップグレード10名パックです。作成コスト4万コインになっています。たくさんアップグレ系の SBC は登場しているんですが、まあ、もちろんね、これも作った方がいいとは思うんですけど、その中でも順位は低い方になっています。理由が3つありまして、まず1つ目が将来的にカードが重複しかねないからっていうところです。皆さん今ね、多分アップグレ系のパックたくさん作って、83とか84とかもう全然ないっていう状況だと思うんですけど、このパック開けるとね、もうすぐカード重複し始めるんですよ。で、そうなるともちろん SBC に溶かしていくことになるんですけど、もう将来的にね、どこにも溶かせないぐらいカードが手に入ってきて、最悪クイックバイクもあり得るってことが起きてきます。二つ目の理由が、このパックを作ることで、その他アップグレパックがストアに登場しないリスクがあるからっていうところです。これ何の話かって言いますと、まあ、最近ね、特にめちゃめちゃ質問いただいているんですけど、このゲームですね、なぜか、今自分が持ってるパック40で出てるんですけど、ここにね、この自分が持ってるリスト、開けられるリストに30個までしか表示されないようになってるんですよ。で、僕今このアタッカーの5名パックはもちろん3つ作ってるし、ミッドフィルダーのパックも3つ作ってるんですけど、まあ、ここで止まっていますと。で、このパックが出てくる順番が決まっていまして、まあ、85プラス2名パックの後に83プラス10名パックが出てくるんですが、まあ、要はこのパックを開けないと、このアタッカーパックとかが出てこないんですね。で、まあ、そうなると、そのカードが重複してる状態でも、まあ、それこそもアタッカーの TOT が始まったら、これ開けたいじゃないですか。だから、開けなきゃいけないのが、まあ、ちょっと、なんか、面倒いなというところで、まあ、せっかく作ったのに、あんまり美味しくない時期に開けなきゃいけない可能性があるな、というところが二つ目になっています。最後三つ目の理由が、TOTW が必要だからっていう話です。
これ以外のアップグレ系パックって TOTW がいらないんですよ。もう普通にレート揃えるだけでいいんで、作るのが楽ですと。まあ、わざわざこの TOTW 戦士ピックやってっていうのは、まあ、もちろんね、おすすめではあるんですけど、まあ、ちょっとめんどくさいなというのもありますんで、まあ、この83プラス10名パックはちょっと優先度低めでいいんじゃないかと思ってます。次に第6位、83プラスディフェンダー5名アップグレードです。作成コスト24000コインになっています。レートが83以上のディフェンダーですね。まあ、ゴールキーパー、サイドバック、センターバックが含まれているっていうパックになっていますんで、TOTY の中でもディフェンダーが配置されている期間であったり、あとは全配置期間中に開けるものだと思うんですが、非常に作成推奨しているパックになっています。ただですね、このパック執行まで2日ありますんで、TOTY が始まってからでも十分作ることができるパックになっていますと。いうところで、まあ、今すぐね、持っているカードとかコインとかを使って作らなきゃいけないものではないですね。ただまあ、TOTY が始まってから、このパックをね、作るのは忘れないようにした方が、まあ、TOTY を十分楽しめるとは思います。次に第5位、83プラスミッドフィルダー5名アップグレードです。作成コスト2万コインになっています。ミッドフィルダーのみ入っているパックになっていますんで、TOTY のミッドフィルダー配置期間であったりとか、あとは全配置期間中ですね、この辺りに開けるのがいいとは思うんですけど、さっき紹介したディフェンダーのアップグレードに比べて、執行するまで、この SBC が解けなくなるまでの期間が1日短いっていうところで、優先順位1つ上げています。次に第4位、85プラスダブルアップグレードです。作成コスト2万3000コインになっています。この SBC ね、今日なくなってしまいます。まあ、さっき話した830もそうなんですけど、今日なくなってしまいますんで、急ぎで作った方がいいと思うんですけど、さっき話した830と違って、中レートのカードがね、角にダブつこともないですし、あとは TOTW も不要ですと。まあ、作りやすい割に、まあ、いざ重複してもね、いろんな SBC にも使えますっていうところで、とりあえずこの SBC は作っておいていいんじゃないかと思います。ここからはトップ3発表していきます。まず第3位が83プラスアタッカー5名アップグレードです。作成コスト2万8000コインになっています。本日から TOTY 始まるんですが、まずはアタッカーからね、配置されていきますっていうところで、なんでそのアタッカーをね、5名必ず引くことができるこのパックっていうのは非常に貴重になっています。明日20日の午前3時までが作成期限になっているっていうところで、まあ、できる限り作った方がいいなと思いますし、まあ、何よりね、やっぱその、もちろんね、全配置に向けてパック貯めるっていう人もいると思うんですけど、まあ、やっぱ初日せっかく始まったんだったらね、祭りには乗じたいじゃないですかというところで、まあ、このアタッカー5名アップグレード、まあ、3つとも全部作るじゃないと思うんですけど、まあ、1つ2つぐらいは作っておいていいんじゃないかと思います。次に第2位、ベースアイコンのカフーです。作成コスト58万になっています。一言で言うと、ブラン並みに流行ると思いますね。現行最強の右サイドバックが、まさかね、SBC で登場、しかも58万なんていう、まあ、超安価コスパで作れるとは、まあ、驚きではあるんですが、非常に素晴らしいサイドバックになっています。見ての通り、ペースもリアクションも冷静さも高いですし、あとは守備能力がね、90近くあると。まあ、これがとにかく素晴らしいですね。で、スタミナもしっかり90にありますし、プレイスタイルはそこまで多くはないんですけど、やっぱ容赦なしプラスがめちゃめちゃでかくて、ずっとケミストリーによって数値が上がっている状態を維持されたままね、働き続けることができますっていうところで、ちょっとね、このカード強すぎて、正直右サイドバックにカフーがいたら僕左から攻めるのほとんど諦めるぐらいめっちゃ強いんで、あんまり流行ってほしくないんですけどね。ただまあもうびっくりするぐらい流行るんじゃないかと。思います。やっぱアイコンってのも非常に大きいですしね。しばらくの間は右サイドバックはカフーでいいと。まあ、TOTY の右サイドバックを引いた方以外は思い続けることになるんじゃないかと思います。久々に登場した作成必須級の SBC なんで、ぜひ作っていただきたいところだと思ってます。ということで最後第1位がデイリーログインアップグレードです。作成コスト200コインになっています。ブロンズのカード1枚突っ込めば81プラスのカードが2枚手に入りますし、あとは全部で17回あるうち14回クリアすると83プラス20名パックがもらえますというところで、まあ、14日経った時には TOTY の全排出が行われている時期なんで、非常に入手する可能性も高いパックをね、そういったタイミングで手に入れることができますと、やらない意味がないものになっていますんで、必ずやっていただきたいなと思います。ということで作成優先度ランキングを発表してきたんですが、ここからですね、各種パックについていつ開けるのがいいのかっていうところを話していきたいなと思います。合わせて最後にね、シーズン報酬のパックどれがいいのかっていうところも話していきます。結論としてはですね、TOTY の全配出の期間に向けて全部残しておくのが一番いいですと。理由としては TOTY 関連のカードが全部出ている状態の方が
排出される可能性が高いからっていうところですね。たまに質問でね、TOTY のポジション別と全排出の時ってその確率どっちの方が高いんですかっていうコメントいただくんですけど、まあ、これ結論絶対に全排出の方が高いですと。何かその TOTY っていうこの枠があって、それが3つに分かれてるとか11個に分かれてるとかそういうわけではなくて、選手ごとに排出率が決まっているはずなんで、なんで全部の選手 TOTY の選手が全部出る期間の方が、まあ当然出る確率は高いよねって話になっているんですが、ポジション別のパックに関してはね、別に開けてもいいんじゃないかと。まあやっぱその時期に TOTY 手に入る方が気持ちいいですし、なんで僕はまあアタッカーのパックはアタッカーの時期にまあ今日開けますし、ミッドフィーダーのパックはミッドフィーダーの時期に開けようと思っています。ただですね、さっきもちらっと話していたことなんですけど、このゲームね、なぜかストアにパックね、これマイパック40って書いてるんですけど、ここに30個までしか出てこないっていう謎の仕様になっていますんで、まあ、なんでそれこそね、今夜アタッカーパックを開けたいよってなった時に、この左側にあるパックをね、これ並び替えもできないんで、まあ、溶かしていかなきゃいけないということが起きます。まあどういう順番でね、まあ、仕方なしに溶かしていくのかっていうところなんですけど、830の後にまあ852かな、でその後に8320とか8420とか873とかそういったパックになってくると思います。特に830に関しては開けちゃっても全然問題ないと思っていまして、まあ、皆さんね SBC 要因も多分ほとんども枯渇しているっていう状況だと思いますんで、まあ、開ければ開けるほど潤っていきますっていうところなんで、まあ、830を開けつつ、あんまりにも重複したらちょっと852も切りながら、このアタッカーパックが出てくるのを待つって形になるんじゃないかと思います。もちろんね、根気がある方は全排出まで待った方が一番いいんですけど、まあ TOTY 始まってんのにパック1個も開けずに我慢するって、まあ、なかなかすごいことですと。まあそもそも多分そういった方はこの動画を見てないと思うんですけど、まあ、なんで、まあ僕だったら、まあ、アタッカーパック開けたい。まあそういったことを考えた時には、830から開けて、重複したら85に分けていくと、で、電脳を待つって形でやっていくんじゃないかなと思います。最後にシーズン報酬のパックの中で選択肢が発生するものをおすすめ話していきます。まずレベル20の863と854なんですが、これは863ですね。まあしっかりウォークアウトする可能性が高いものを選ぶのがいいと思っています。その次、レベル25、8320と873なんですが、これは873を推奨しています。別に8320も悪くはないんですけど、83のカードがね重複する可能性も結構将来的にはあるなと思いますし、一方で873は全然手に入らないパックですと、まあ、非常に美味しいと思っています。それ以外にもその8320についてはこのウィンターチャンピオンボーナスで手に入るっていうのも結構ありますんで、まあそういった意味でレア度の高い873の方が個人的には大きく推奨しています。次に85以上の4択ピックと844なんですが、まあこれ悩むんですけどね、僕は844がいいんじゃないかと思っています。まあしっかりカードが4枚手に入る方が SBC 考えると嬉しいんじゃないかっていうところです。最後にレベル35、87プラスのアイコンと84プラスのレアゴールド20名パックなんですが、これは84プラスの20名パックですね。まあ特にまあ全配置の期間に備えてね、これ持っておいて全配置始まった時に開けるっていうのがいいんじゃないかと思います。ということで本日時点での SBC 作成戦のランキングとパックいつ開けるべきかっていうところ、シーズン報酬のパックどれがいいかっていうところについて話してきました。ぜひ参考になれば幸いです。いよいよ本日 TOTY 始まりますと、初日の SBC も楽しみなんですが、パックも十分作った上で備えていくのがいいんじゃないかと思っています。今後も解説動画の投稿ですとか生配信も楽しくやっていきたいと思っております。チャンネル登録よろしくお願いいたします。では。